皆さんこんばんは。今ね、夜の9時半です。いつもだったらね、私この時間寝てるんですよね。もう最近はね、早い時間に飯食って酒飲んでね、寝ちゃってましたから、それでいつも夜中のね1時とかに目が覚めてたんですよね。だけど今日は起きてます。さて、なぜでしょう。お酒がなくなったんですね。だから起きてるんですね。でもね、いいのかな、その方が。まあ酒飲んで酔っ払ってる時って結局何にもしてないんですよね。まあ気分はいいかもしれない。大して飲まないんですよ、量はそんなに。ほんのちょっとなんですけど、まあお酒も本当もう弱くなっちゃったんでね。でもまあちょうどいいんですよね、実を言うと。もうこの1年、まあね、本当正直言って厳しいしね、酔っ払ってる時だけがね、まあ、まあだから私の精神衛生、まあでも正直言うとちょっと鬱なんですけどね、真面目な話だけど、まあなんとかね、能天気にやっておられたのはお酒の力もあったと思います。本当そんなに大した量を飲んでない、1日に缶ビール2本とかそんなもんなんですけど、でもそのお酒もなくなっちゃったんでね、まあしばらくね、お酒飲まないで頑張ってみようかなと思います。でも楽しいこと何もないんだろうな。奥さんいない、子供いない、彼女いない、金ない、猫6匹、まあね、砂を噛むような人生ですね、本当にね。まあただ英語の勉強をねしようかと思ってるんですよ。皆さん、私英語喋れると思ってるでしょ。全然喋れませんからね。私高校時代英語の成績2なんですよ。で受験勉強で少し1年間だけ受験のね英語をやって、あと社会人になっても英語なんかもちろん喋れなかったですし、ただベースで1年ね、横須賀のベースで働いてましたんで、まあその時はね、仕事終わったら毎晩ドブ板で飲んでましたんで、外人とね。だから英語でコミュニケーションは取れるようにはなりましたね、その当時は。でもその後15年以上もう英語を使ってないんでね、また喋れなかったんですよね。でも最近ほら、私の動画にこうちょいちょい英語とかね、あと外国語でコメントがつくようになったんですよ。だからこれじゃいかんなと。昨日もね、That would be sweet ってね、That would be sweet ってこれどういう意味だと思ってね、まあどうやらいい感じみたいな、そういうニュアンスみたいですけど、まあね、だからやっぱりちょっとちゃんと英語勉強しようかなと思って、じゃあ YouTuber でね、英語ったらバイリンガルチカちゃんと思ってみたら、彼女結婚するんですね。おめでとうございます。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。いやいや、本当にねショックでしたね。実は YouTube の2周年パーティーの時にちょっと話したんですよね。ですごくねちっちゃくて可愛いんですよ、彼女ね。まあ年はそこそこなんですけど、でも彼氏いないのかなと思って、真面目にちょっと口説こうかなとか思ったんです、今度会ったらね。でもやっぱり彼氏いたんですね。まあそりゃそうですよね。決闘を申し込もうかな。こうピストル持ってね、こう背中合わせになってこう5歩歩いて、でこうバーンって撃つってね、早打ちでって。当然私はね、3歩歩いたらね、3歩とか1歩歩いたらバーンってもう撃ちますけどね。そんなもんね、死んだら元も子もありませんからね。卑怯と言われようが、なんて言われようがね。まあでもね、まあ私は一回結婚失敗してますんでね、まあ二度と結婚しようとは思わないですけれど、まあやはりね、パートナーがいるっていうのはいいことだと思います。人生ね、まあ、結婚はともかく人生のパートナーっていうのはやはりね、私にはね、ジャックとか猫のパートナーがいますけどね、6匹も、パートナーたちが。それとね、あとやっぱり動画もね、ちゃんと勉強しなきゃいけないなと思いますし、まあ、お酒飲んで酔っ払ってる暇ないですよね。で酔っ払っちゃってただ結局、まあ、その時間ってのはもう無駄な時間なんですよね。まあただやはりこの1年は私本当ちょっときついことばっかり、今でもそうなんですけど、だからやっぱお酒
の力もあってね、私の精神衛生は保たれてるっていう部分はあったかもしれません。正直少し鬱だと自分でも思ってますからね、私自身ね。でもまあ、今日までなんとか生きてこれたのはね、少しお酒の力もあったかなと思います。まあ唯一の合法ドラッグなんでね、お酒アルコールっていうのは。でもまああんまりね、飲んでる、やっぱり飲んで、そんな飲まないですよ。缶ビール1日2本とかでもう私酔っ払って寝ちゃいますんで。でもまあね、あの唯一の、まあ、楽しみではあったんですけどね、まあ、いろんな方がお酒くれたりね、してね、助かってましたけどね、とうとうもそれもなくなりましたんでね。あと動画はね、1日に1本は上げようと思います。で、まあ、動画の勉強編集とかもやっぱりちゃんとしなきゃいけないし、あと撮影もね、もう今ある機材で、まあ、ちょっと機材 もう結構壊れたりしてるのもあるんですけれど、まあ、新しい機材が買えない以上ね、今ある機材でどれだけいい絵が撮れるかっていうことをね、工夫していかないと、まあ、新しい機材がね買えないですから、まあ、仕方がないですよね。まあ、あのアドビのクリエイティブクラウドだけはね、なんとか加入しました。これ半額でね、合法的に加入できる方法が実はあるんです。これはまた前も言ったんですけど、後日そのお話しますけれど、アドビさんからもね、セルフィースティック、いただきましたしね。だから今ある機材で、頑張って、動画を上げていこうと思います。で、時間はね、毎日決まった時間に上げようと思います。で、こうやって喋る動画を1本撮ったら、夕日とか朝日の動画を交互にやっていくような形で、やっていければと思います。まあつまんない、相変わらずでつまんないチャンネルなんですけど、お時間がねあれば、覗いてください。まあ、あのこの語る部分に関してはね、私自身の、まあ、いろんな過去の経験とか、まあ、面白い話まあ、いっぱいあるんです、ネタは本当に冗談抜きでをね、またお話しできればと思います。まあ、今日はね、お酒なくなったという話でね、あのカンパあの お家に余ってる酒があったら、あのいつでも処分私が、あの来ってあの受けますんで、いらない席あったらどうぞあの送料着払いでも結構ですんで送ってください送料が払えなかったら送り返しますんで、まあ、よろしくお願いします。それは冗談ですけどね、まあ今日はそういうことで、それで皆さん、チャオ。